マクドノーはアメリカ海軍の駆逐艦。ベインブリッジ旧駆逐艦の一隻。艦名はトーマス・マクドノー大将にちなむ。マクドノーは1899年4月10日にマサチューセッツ州ウェイマスのフォアリバーシップエンジン車で寄港。1900年12月24日にルーシー・シェーラー・マクドノーによって命名、浸水。1903年9月5日に 艦長チャールズ S ブックウルター注意の指揮下、収益した。成長後、マクドノーは7ヶ月間を海軍兵が構成の訓練艦としてメリーランド州アナポリスで過ごし、1904年5月31日に北、大西洋艦隊沿岸戦隊に合流、続く3年間を東海岸及びカリブ海での活動に費やした。 1907年5月16日にノーフォークの予備役水雷艦隊への配属を命じられ、翌年まで同艦隊で活動した。1908年11月21日に完全収益状態に復帰したマクドノーは、第三水雷小艦隊の機関となり、フロリダ州ペンサコーラへ出港した。ペンサコーラを拠点として翌春まで作戦活動を従事し、 その後東海岸に帰還した。1909年の夏はニューイングランド沖で大西洋水雷船隊と共に巡航し、その後メキシコ湾に戻り、セントルイス100周年祝賀祭に参加するためミシシッピ川へ向かった。12月に東海岸に戻り、16日にサウスカロライナ州チャールストンで予備役となる。1910年の夏には、 夏器演習に参加し、ニューヨークへ二度の巡航を行った以外は、チャールストンで2年間止まった。1913年及び14年にマクドノーは、マサチューセッツの海軍民兵のための夏器巡航を行った。1915年1月29日、予備役水雷小艦隊から、大西洋艦隊潜水小艦隊へ配属される。続く二年間にわたって、マクドノーは、 潜水艦とともに、ペンサコーラからロードアイランド州ニューポートにかけて艦隊演習及び訓練を行った。その後1917年3月27日にミシシッピ側の補充巡航に出航する。6月半ばにマクドノーはルイジアナ州ニューオーリンズを出航し、チャールストンで大西洋艦隊駆逐艦部隊に合流した。1918年1月まで、 東海岸沖で護衛任務に従事する。1月16日にペンシルベニア州フィラデルフィアを出港、2月20日にフランスのブレストに到着した。その後フランスの沖合に泊まり、1919年5月20日まで戦団護衛及び偵察任務に従事する。その後帰国の途につき、6月24日にフィラデルフィアに到着、9月3日に退役した。 マクドノーは1919 19年11月7日に除籍され、その戦隊は1920年3月10日にスクラップとして売却された。ありがとうございます。